ハロー、桜橋さんです。ちょっと声はあんまり出さない方がいい。現在時刻は、午前8時です。ラブアルティス実況プレイ始めてまいります。寝る。あ、すげえ、4枚回復するようになったんだ。へえ。水姿で立ちポーズ、これちょっと撮影しておきたいですね。いきましょう。あと話題もね、4つくらい貯めておければいいんですけれども、まずラッキーを優先的に取っておきたいんですよね。ラッキーあと4つか。ちょっと待って、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 これどういうこと？一気に4つ来ちゃったよ。まあまあ、最初はね、こっから一気にやってたらハートがどんどんマックスになるのは分かってるんで、こっちから行きましょうか。お前ってファッション誌とか読まなさそうだな。全く興味ないぞ。その割にはデートの時おしゃれでしたけどね。ファッションの先生は漫画だ。参考にしたっていうことかな？あのファッションは。まあいいや。じゃちょっとからかってやって。七つの胸ってお前らしくて可愛いと思うぞ。褒め言葉なのか、それは。小さくてもいいのか？もちろん本気で小さいとか言ってないって。よかった、嬉しい。ただ純粋に褒めてるみたいですけど、まあ上がりますよね、そんぐらいは。これはもう見つめたら一発で終わりだな。まあいいや、やっておこう。7つ。久しぶりに見つめる時が来てしまいましたね。なんか照れるね。どの話も楽しくて大好き。と言ってる割には。ありがとうございます。 あんまりためなかったな。ちょっと待って、あれか、エプロン姿じゃダメなのかな。学生服姿って横たわりって、多分ダメなのかもな。まあいいや。ちょっとスクミズの写真を収められなかったのは惜しいですけど、まあ、とりあえずね、話題をしっかり貯めておきたい。本当にフリーイベントどんどん逃すとね、サムネに困る、本当に。そう、一回そのサムネに困ってたパートがどっかであったはずなんよな。まあ、そんな話はいいとして。オッケーオッケー。ならば、この趣味の話してやろうか。歴史とか鉄道とか、女子でもオタクっぽい趣味にはまっている子、いるよな。いるいる。お前は興味ないのか？鉄道はちょっとあるな。ほう、そう駅なの弁か。に。そんなことだと思ったよ。まあ僕の、リアルな友達にも鉄オタいましたけれどもね、あの情熱にはちょっとついていけなかったな、俺は。七つ、ちょっとあれだ、ゲージがたまるかもしれんが、ちょっと早めに取っておきたい。取り逃すのが一番嫌でな。これもゲージを貯めるためなんだ、7つ。 ということで褒めましょうか。7つの制服姿か。やっぱりこれ制服としてカウントされるのかな。なんでじっと見てんの？おお、夏が終わったら衣替えだし、しばらく夏服姿も見られないなーって。今のうちに夏服のマーメイドの姿を目に焼き付けとくといいよ。ちょっと照れてる感じがね、あんた可愛いですね。言ってろ。あともうちょっと、あと1個話題振っても大丈夫かな、これ。じゃあ運動について。この間テレビで見たけど、ボクササイズっていろんなスポーツが取り入れてるみたいだな。そうみたいだね。
全身の動きを拳に伝えるのっていろいろ応用効きそう。七絞りのパワーがアップするぞ。お前はボクササイズ禁止な。オッケー、写真いきますね。ならば横たわりのポーズを撮ってもらいましょうか。撮らせてもらいましょうか。と。写真？よし。どんなポーズがいいのか言ってよ。まずは横たわるポーズだろう。どれにしよう。教卓の上にしてみようか。うん、やってみるね。恥ずかしいって。いや、本当に教卓の上に乗ってくれちゃってるよ。ちょっと撮るね。いいね、いいね、すごくいい。ちょっと上からこうやってな。いいね、いいね。これ見える見える見える。若干見えるぞこれ。こういう風に近づけるのがいいのかな。あんまり近づきすぎたらね、なんかいろいろご注文ができなくなっちゃうからね。かわいい。あ、ダメか。まあないいね、いい感じにゲージ上がりましたね。じゃあポーズ変えて。オッケー。なるほどなるほど。ちょっと待ってな。だったらこっち側に行ってあげて、で上に上がって、うん、できないか。真上から撮りたいんよな、こういうの。でもなかなかうまくはいかんか。じゃあ待って、どこ行った。あ、なんかあった。こいつをファインダーの中央に攻めて、よし、 OK。 あ、すげえ、オーブントースターっていうかレンジがある。多分あの水入れるタイプですよね。あ、いた。失礼。かわいい。なんで聞こえないんだろう。なんて言った。色っぽいよ。調子いいこと言って。調子いいこと言っちゃうのが男子なんですよね。え、こうやってな。あー、いいよいいよ。たまらない。期待しすぎじゃない。いや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 、そんなことないですって。行っちゃいましょうか。うわお、来ちゃー、来ちゃー。あー、ダメか。ちょっと照れた感じがいいですね。バカー、エッチー。もう無理、そんじゃね。いやー、もう伊藤かなえさんの素晴らしいお言葉がお聞きできただけで私は満足でございますよ。さあ、写真の方を見てまいりましょうか。いい感じいい感じで、注目すべきはやっぱりこれな。ほら見てくださいよこれね、ほらねえ。いやー、これはなかなかねえ、もうちょっと背けちゃうところも可愛らしくってね。で、またツイッターに投稿しますとも、ぜひともフォローお願いいたします。お、ミッションを送ってきますね。じゃあ行きましょうか。お、来たな。久しぶり。相変わらず取りまくってるらしいな。部の評判が上がってありがてえぜ。パースマスター、フォトセッション中のパースの幅が増加。よし、こんなにも頑張ってるおめえをほっとくわけにいかねえ。さらに協力させてくれ。あー、セイムコインもありましたね。この調子で頼むぞ。ありがとう。パースの幅が広がるのか。ストーリーイベント発生中。じゃあ行きましょうか。一回発生された時じゃ多分マックスまではいかないでしょうし。お、水泳部が練習中だ。七つは？お、シャッターチャンスだ。もっと水の流れに乗りたい。楽しく泳ぎたい。
だけど。やばい、ちょっと無言になっちゃった。声かけない方がいいよな。頑張れ、七つ。よーしよ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 し。ああ、ラウンジ行く？誰もいないだろうけどね。さあ、寝よっか。メモって、ああ、そうか、一回も使わなかったもんな。おはよう。おはよう。後ろ姿が見えたから、ダッシュしてきちゃったよ。お前はいつもダッシュだろ？そうとも言うな。さあ、行こう。さてさて、いい感じで写真も撮れたけど、どうしようか。ならば、マジカルユミナ呼び出しましょうか。せっかくですし。で、どこにしようかな。中庭にしましょうか。いや、それとも、図書室、今いつだっけな、中庭にしよう。マジカルルーレット。さあ何が当たるかな。スタート。はい、何が来るかな、何が来るかな。仲良しデージャップか。まあいいか。オッケーオッケー。マジカルエンカウントミラクル。まあ、フリー選手、フリーイベントはこれで起こるでしょうね。うん、確か4つだけだと思うし、確か3つが4つだったはず。あ、3つですね。 OKOK。 じゃあ、まあ光ってる話題をもう3つくらい話したら終わりましょうかね。これはならば、うん、よく聞く音楽ってどんなのだ。ノリのいい曲なら何でも聞くよ。アイドルからロックまで気分が盛り上がるような曲が好き。なるほどね。盛り上がる曲ね。さて、光っていうのは食べ物の話題か。お前って猫舌じゃないよな。もちろん。熱いものを熱いうちに食べられる強い舌。ラーメンの麺が伸びたことないよ。確か熱さを感じる部分って舌先に中心してる。なんか舌先に集まってるんでしたっけ。ですから舌先を熱いものに当てないようにすれば猫舌でも食べれるみたいなことは聞いてるけどな。どうなんだろう。自分で思う欠点ってなんかあるか。特にないぞ。完全無欠の七つちゃん。ないものねだりはしない主義なのだ。素晴らしい人間性だ。人間ってないものねだりばっかするからな。いいね、いいね、面白い。さてさて、ゲージも上がりましたし、写真どうしよっかな。なん、あー、どうしよう。まあいいか、終わろうか。とりあえずこれ以上話しても進展はなさそうでしたからね。で、そうだな、食堂、まあ、使っちゃいましょうか。エンカウントリトルアップ。さあ、行こう行こう。マジカルエンカウント。とりあえずも急ピッチでどんどんフリーイベントを起こしておきたい。今ちょっとさてさて、まあね、イベント少ないよりは多い方が絶対いいですからね、本当に。これ参考書とか問題集って買っただけでやった気になるのがダメだよな。なんかわかる気がするな。確かに、なんか参考書とかじゃなくてさ、新書とかなんかこれこれがこうみたいなやつとかもなんか買ってなんか満足しちゃってっていうのはなんかわかる気がするな。ま、買わないよりはマシだけど。お前のその前向きさすげえと思うよ。まあ確かに買わないよりかはね、アクションを起こしたっていう点では意味があることなのかもしれないですからね。そうさな、もう意味はないって一回からかいましょうか。レベルアップさせておきたい。風呂で体洗うときどこから洗ってる
割とニッチなこと聞きそうな。髪から念入りに。頭からか。なるほど。髪にはプールの塩素が一番残ってるから、まずはきちんと洗わないとね。なるほど。そう考えてみると確かにな。うん、髪の毛が一番表面積が多くなりますからね、水に触れる部分。考えてみれば確かに。お前がまた元気になってよかったよ。心配かけたね。人生17年、初めてマジに悩んだよ。それまでは大して悩んでなかったっていうことか。それはそれですごいけどな。思春期が好きだな。最高。そうさな、思春期だったらそれこそ15歳の時とかね、一番多感な時期だから迷うってありそうなんですけどね。まあいいや、褒めておきましょう。七つはいつも楽しそうじゃなきゃな。はあ、夏が終わるよ。つまんないよ。はあ、どうしようもねえだろ。元気出せ。秋も楽しむぞ。うん、いいことだ。さて、あとは食い物関係を始めればいいなと思ったけど、どうしようか。あ、でもラッキーやっておこうか。つなぎましょう。思い切って手をギュッ。うん、嬉しい。エッチ、バカ、いいだ。積んでるかよあんた、最高だぜ。さてさて、わーい、校庭で体育だぞ。体操服姿でタッチポーズの撮影、これやっておこうかな。まあ会えるだろう、さすがにここまで来たら。よーし、 OK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 。 今ちょ、よし、多分もうこの回で大抵の話題は埋まりそうではあるけど、とりあえず活発メインでいこうか。どうしよう、これでいいか。こないだ末の練習頑張ってたな。見に来てくれたの？声かければよかったのに。集中してたからな。そんな感じじゃなかったよ。そっか、なんかね、掴みかけてる気がするんだ。あなたのおかげだね。いやー、それならよかった本当に。じゃあ食べ物についていきましょう。よくお菓子ってなんだ？菓子パン。お前それ菓子じゃなくてパンだろう。じゃあクッキーとかビスケットかな。ちょっとお腹が減った時にいいよね。また糖質の多いものを。クッキーやビスケットはな、糖質が多いから太りやすいんだよな、あれ。小麦使う製品は大体腹にくるからな、あれ。そこはちょっとね、悩みどころではあるけど。ねえ、さっきから似たような話ばっかなんだけど。そう言われてもね。ありえなげやか、さすがに。あー、どうしようか。あー、これはこれを減らしたとこうでな。あー、こっち行くか。来年は一緒に夏祭り行きたいね。そうだな、一人で行ってもって思ってたけど、二人なら行きたいな。うん、行こう行こう、約束だからな。夏祭りか、長らく行ってないな。なんか出店の出店してる店とかもさ、なんかね、なんか不衛生っていうのを聞かされるとさ、なんか買いたくなくなるじゃないですか。ああいう感じなんですよね、自分。それで夏祭りの縁日とか行かなくなって。手軽にツーショットが撮れていいよな。しかもシールになるんだぞ、すごいよな。また撮ろうね。あ、もちろんな。そう、プリクラってあんま行ったことないんだよな。言って、話し込んじゃって、もう行かないと。すっごく楽しかったよ。またね。おいよ。まあ普通プリクラって女の子が行くようなところであるんですけどね。まあそうにしてもなんかねえ。ストーリーイベントとフリーイベントが発生中。どうしよっか。こっち行こうか。あ、体操服姿撮ってなかったな。まあいいや。
電話が7つか。今は暇か？ああ、まあな。じゃあ保健室へ来てくんない？どうした？体調悪いのか？ああ、そうじゃなくて、いいから来てよ。待ってるからな。なんだってんだ、たく。来たぞ、七つ。あ、こっちこっち。こんなとこに呼び出して、何の用だよ。何なんだろうね。ああ、ひまり先生のあの実験か、もしかして。な？私も一番親しい人を呼んでって頼まれただから。ああ、ついにこのイベントが来るのか。誰にだよ。それは…それは…わ…た…し…よ。やっぱりね。サイツ先生。そうか、ヒカデラさんの一番親しい人は彼か。よく一緒にいるものね。先生、一体何しようっての？それはね、恋の実験よ。恋の実験？私はね、恋がなぜ生まれるのかを研究してるの。言ってましたね、高村さんルートでも。知り合いでも何でもなかった男の子と女の子が出会い、惹かれ合い、特別な存在となる。その過程でどんな生理的現象が人体に発生し、どんな影響を及ぼすのか、つまり恋とは何なのかを科学的、生物学的に突き止めたいの。この流れ、あと4回繰り返すんだろうな。だってね、私、子供の頃からずっと勉強一筋で、出会いも何にもなかったのよ。ほう？うん、出会いはあった。周りに男の子はいたけど、恋の原因がわからないのに結果だけ求めるなんて私にはできなかったのよ。真面目すぎるなあ。あれだもんな、多分子供向けの映画やアニメ見てもどうしてこれはこうなるのみたいないうの追求しちゃうタイプですよね、佐伯先生は。一番そういうのなんか映画とかアニメとかは楽しめなさそうなタイプではありそう。恋って何？異性を愛するってどういうこと？でも探求心があること自体はね、うん、いいことではありますからね。まあ、ただあんまり求めすぎるとゼアノートみたいなことになりますが。謎を解き明かすため超難関大学に入りひたすら研究したわけど、どうしてもわからない。むしろ謎は深まるばかり。それはもうね、人がなんで老いて死ぬのかっていうのをね、追求するようなもんですからね。答えが出ないものをどんどん追求したってね、謎はどんどん深まっちゃいますからね。あんまりそういうのつけ込まれないことを祈りますがね。そこでひらめいたの。研究室じゃダメだ、高村学園へ帰ろうって。みんなに勉強を教えながら実験させてもらおう。恋を教えてもらおう。だって恋は研究室で生まれてるんじゃない、学園で生まれてるんだもの。どっかで聞いたことあるようなセリフですね。るんだよね。いや、7つも結構ノリノリですな。うんうん、分かってくれて嬉しい。協力してくれる？もちろん。ああ、私はいいけど。7つがいいならいいよ。うわ、もう仲良しなんだから。これはいいデータが取れそう。いつも以上にノリノリだな、佐伯先生も。早速実験タイム。多分こいつにシャッターチャンスですよね。ほら、やっぱり学習センサーをつけるわよ。お、これアングル変えられないのがちょっと難点なんだよな。はい、測定準備 OK。 見た目は特に変わってないですけど。制服の下はセンサーでいっぱいよ。どんな恋の反応も絶対に見逃さないんだから。なんかワクワクしてきた。え、ダメよ、ワクワクしちゃ。もっとがっくりしてくれないと。ん？なんで？ヒカデラさんにはね、
これから風邪をひいたつもりになってもらうの。なんですって？風邪を？バカは風邪をひかないとは言うけど、どうなんだ？さ、あのね、人って体調が悪くて寝込んだ時、お見舞いに来てくれた人にいつも以上の親しみを感じちゃうじゃない？わかる。なんかね、お見舞いに来てくれたらね、その感謝の気持ちがね、特にお粥とかなんかお土産とか持ってきてくれた日にはね、なんか普段そんなよく思ってなかった人をね、なんかすごく好感度が爆上がりしてしまうっていうのは経験ありますよ、僕も。ドキドキしたり、ぼーっとしたり、これは熱のせい？それとも不思議よね。たかが風邪なのに恋が生まれるきっかけになるなんて。多分吊り橋効果みたいな感じだとは思うんですけどね、そういうのは。どうなんだろう。その謎を解明させてほしいの。早速ベッドの上に寝そべって。先生、七つにその役は無理なんじゃ。どうして？俺ガキの頃から知ってるけど、七つが風邪ひいたのなんか見たことないですよ。風も裸足で逃げ出す強さっていうか。うっさいうっさい私だって人並みに体調崩すことだってあんだから。マジで？いや、なんか、ま、マジでって言っちゃうところがなんかちょっといかんな。いつだよ。すっごく寒い日とか鼻水出るし。それは生理現象ですよ。鼻の中に入ってきた細菌を追い出すため の、 あの生理的な現象ですかね、それは。それ寒いだけだって。いいの、風邪の真似くらいできるの。その健康さが大事なのよ。え？お見舞いに来てくれた人を見てドキドキして体温が上がったのが熱のせいなのか恋のせいなのか。日が寺さんなら絶対に熱のせいじゃないでしょ。実験には最適よ。おお、なるほど。なんか全然褒められてない気がするもう一回言うけど、バカは風邪をひかないって言うしな。細かいことは気にしない気にしない。ベッドで横になって。ほら、日が寺さん、風の真似、風の真似。うえ、ぶう。熱が、熱が。めっちゃ棒読みだな。なかなかレアですよね、人気声優による棒読み演技って。大根役者め。うっさいな。優しい言葉をかけて。え。そっちの演技はどうかな。さぞかし名演技なんだろうな。この俺の本気を見せてやる。七つ、大丈夫か。お前が風邪なんて心配したぞ。え、心拍数の上昇を確認。体温上昇初めてだな。お前が風邪なんて辛いだろ。俺が変わってやりたいくよ。俺が変わってやりたいくらいだよ。噛んじゃった。そんな優しい言葉。エストロゲンの分泌を確認。心拍さらに上昇。おでこで熱を測って。え？熱大丈夫か？ちょ、やるの？待って。おでことおでこ接触。うわ、何これ、何これすごい。おでこを起点に脳神経が猛烈な勢いで活性化していく。まるで幸せの連鎖、まるでオキシトシンのビッグバン。1000億のニューロンの喜びを感じる1000億のニューロンの喜びってなんだ一体。そんな言葉もう絶対見かけねえぞ、他のゲームではね、本当に。もうダメ、無理無理。やりすぎだから。だってね、あの本気を見せてやるって言っちゃったからね、出さないわけにはいかないでしょ。先生の指示通りにさ、やっただけだって。そんなね、ねえ先生。ありがとう、日が寺さん。すっごくいいデータが取れたわ。え、
う？うん、あなたのおかげよ。そっか、ならいっか。ちょろすぎるだろう、七つ。いつか本当に風邪をひいて彼に看病してもらえるといいわね。また看病してあげるよ。それはダメ。なんでなんで。どうして？だって熱がもっと出ちゃうよ。寝込んだことないけど絶対寝込んじゃん。こう言わずらいで寝込むってなかなかよ。それ、健康第一、風邪ひかないようにするぞ。私も看病してくれる彼欲しいな。私が看病してあげようか。そのためにも恋の謎を早く解き明かさなくっちゃ。私の探求はまだまだ続くわよ。あと4人分もお願いしますね。続くのかみたいだな。早速データを解析しなきゃ。それじゃあね。ああ。私も部活行こっと。俺も。ああ。ああってな。こうして佐伯先生の恋の実験に付き合った。ああ、一応本気というかそれらしく演じてみましたけど、どうでしょうかね。うん、よかったらコメントをしていただけたら嬉しいんですが。じゃあ終わりましょうか。ああ、柄にもないことするとちょっと照れるな。はい、では、ご視聴ありがとうございました。多分もう次かその次くらいで最終回になるとは思いますが、まあ、多分次の回はフリーイベントをこなしていく回にはなると思いますからね。でよろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価もお願いしますね。ではでは、アディオス。